義実家が本当にゴミ屋敷状態でどうしたらいいか分かりません。掃除を手伝いたいと思って提案してもそんなことしなくていい、都義母に拒否されました。何か良い方法はありますか？私も同じ経験があります。義両親が片付けを嫌がる場合は無理にやらない方がいいです。私は結局夫と話し合って業者に頼むことにしました。義両親にはお掃除のプロに頼んだから安心してと言ったら意外とすんなり受け入れてくれましたよ。掃除を提案してみたのですが余計なお世話と言われて結局掃除ができませんでした。夫も母さんの好きなようにさせてあげてと言って協力してくれません。どうしたらいいんでしょうか？私も最初は拒否されましたが、このままだと火事になったり健康に悪いよとリスクを強調して話したら少しずつですが片付けに協力してくれるようになりました。急がずに少しずつ進めるといいかもしれません。義両親が高齢で物を溜め込むのが癖になっています。何度も片付けを提案してみたのですが毎回捨てられないと言われてしまいます。一体どうしたら？うちも同じでしたが、まず1部屋だけ片付けてみました。義両親がほとんど使わない部屋から始めてこんなにすっきりするんだと実感させると少しは協力的になってくれるかも。義両親が片付ける気が全くないのでこちらもどうしようもありません。無理に片付けようとすると逆に関係が悪化しそうで悩んでいます。それわかります。うちも最初は抵抗がありました。でもプロの清掃業者をプレゼントとして提案したら案外すんなり受け入れてくれましたよ。その後は自分たちでも少しずつ片付け始めました。掃除を提案したら触らないでときっぱり断られてしまいそれ以上言えませんでした。夫も母さんのことは放っておけばいいというし困っています。同じ状況でした。結局義実両親にこのままだと衛生的に問題が出るかもと優しく伝えてまずは使っていないものから少しずつ処分するようにしました。やりすぎないことが大事かも。義両親の家がゴミであふれているんですがどうしても物を捨てられない性格で掃除の提案をすると怒られてしまいます。何か良い解決策はありますか？私の場合掃除を提案してもダメだったので思い切ってこれを片付けたらもっと快適に過ごせるよと言い続けました。忍耐が必要でしたが少しずつ理解してくれて今は一緒に片付けています。トピックのお悩み解決のため片付け手順を調べてみました。簡単にではございますがおすすめの片付け手順を順番にご紹介します。まずは簡単に捨てられるものから始める。壊れたものや期限切れのものから手をつけると感情的な負担が少なく片付けがスムーズに進みます。使っていないものに焦点を当てる。1年以上使っていない、すでに新しい代わりのものを持っているなど今後使う可能性が低いものから整理します。整理に慣れてきたら難しいアイテムに移行する。衣類や家電、思い出の品など感情的に手放しにくいものは片付けに慣れてから進めると効果的です。掃除を習慣化するためのコツ。小さな目標を設定する。掃除をするときに最初から家全体を一気に片付けると考えるとどうしても負担に感じやすくなります。そこで今日はこの棚だけ、今日はリビングのテーブルだけというように小さな目標を設定すると取り組みやすくなります。掃除のスケジュールを決める。毎日同じ時間に掃除をすることで習慣化が促進されます。午後と朝食後に5分間掃除をするや毎週土曜日に1時間だけ掃除するなど定期的な時間を確保すると掃除がルーチンの一部になります。タイマーを使って区切る。掃除の時間を無制限にすると始めるのが億劫に感じることがあります。タイマーを使って今日は10分だけ掃除しようと決めることで心理的なハードルを下げて短い時間でも効果的に掃除ができます。達成感を得るためにチェックリストを作る。片付ける場所や内容をリストアップして一つずつチェックを入れると達成感が得られやる気を維持しやすくなります。小さなタスクをクリアするたびに気分が良くなりモチベーションを保ちやすくなります。ご褒美を設定する。掃除を終えた後に自分へのご褒美を設定することで楽しみが増えてモチベーションが上がります。例えば掃除が終わったら好きな映画を見る、終わったら美味しいお菓子を食べる
などのご褒美を自分に与えると楽しく掃除ができるようになります。音楽やポッドキャストを聞きながら掃除する。掃除をしている間に好きな音楽やポッドキャストを聞くと楽しくリラックスしながら作業ができます。音楽のテンポに合わせて掃除を進めると時間が早く感じられ効率的に掃除が進むことがあります。一箇所をきれいにしてそこをキープする。まずは家の一部を徹底的にきれいにしてそこを常に清潔な状態に保つようにします。このスペースがきれいだとそれを維持するために自然と掃除する習慣が身につき他の場所も徐々に掃除するようになります。物の定位置を決める。物の定位置が決まっていないとどこに何を片付ければよいか迷ってしまい掃除が滞ります。リモコンはここ、郵便物はこの引き出しに、というように物の定位置を決めておくことで自然と物が片付いていきます。ついで掃除を取り入れる。何かのついでに掃除をすることで掃除を負担に感じなくなります。例えば朝の歯磨きのついでに洗面台を拭く、料理のついでにキッチンカウンターを片付けるといった小さな習慣を取り入れることで常にきれいな状態を保てます。一緒に掃除をする仲間を見つける。家族やパートナーと一緒に掃除をすると作業が楽しくなり負担も分散されます。また掃除を終わらせた後に共に達成感を味わうことができ、次も一緒に掃除しようという気持ちが生まれます。さらに家族全員が掃除の習慣を持つと家全体が自然と片付いた状態を維持できます。まとめ、掃除を習慣にするためには負担を感じさせないようにすることが大切です。短い時間や小さなタスクから始めて徐々にステップアップすることで掃除がしなければならないものではなく自然と取り組むことになるようにしていけると良いのではないでしょうか。皆さんが普段行っている掃除の工夫も良ければコメント欄で教えてください。最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。